はい、皆さんこんばんは、柳田です。今日も一日お疲れ様でした。これからまだお仕事がある方や家事をされる方、勉強や副業に取り掛かる方はもう少し僕と一緒に頑張りましょう。このチャンネルではですね、1日2本古物市場や転売ビジネスに関する動画をアップしていまして、夕方にアップされるものは音声と画像をベースにしたものになっています。今日初めてですね、ご視聴される方はチャンネル登録をして、ぜひ普段の動く柳田の動画も見てやってください。よろしくお願いします。ということでですね、今日も YouTube の方のコメント欄からご質問いただいてますので、こちらにですね回答していきたいと思うんですけれども、僕はですね、これが今日5本目の動画撮影になっておりまして、今もうすぐ11時ですね、夜の17時、もうちょっと頑張ろうと思っていますので、皆さん一緒に頑張りましょう。はい、では行きたいと思います。ご質問なんですけれども、高田の純さんからご質問いただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。はじめまして、いつも勉強させていただいてます。出張買取メインでやっている中退社長系 YouTuber の方が、誰だろう、 YouTuber、古物市場はあまり儲からない的なことを言ってました。私はやり方や経験、アポ取得方法次第だと考えていますが、主観で結構なのですが、出張買取メインか古物市場メインだとどちらの方が儲かると思いますか、というご質問ですね。高田の純さん、ありがとうございます。回答させていただきます。これはですね、ちょっと難しい問題になってくるので、あくまで僕の考えとして捉えていただきたいんですけれども、これはですね、やり方次第なのと、その人のスタンスだったり、立場によって変わってくるっていうのが、正解なのかなというふうに思っているんですが、まずですね、どちらにもメリットデメリットはあると思うんですね。で、出張買取をメインにする時のメリット、そしてデメリット、これについてですね、お伝えしたいと思うんですけれども、まずメリットとしては、一番はですね、その古物市場のでの競りみたいに、その瞬間瞬間を競わなくていいので、ゆっくり査定する時間があるっていうことですね。これが一番のメリット。そして、そうだな、ここはちょっと難しい部分ではあるんですけど、ものによっては安く買い取ることができる可能性があるということですね。ちょっとここは難しいところですね。はい、これが主な出張買い取りのメリットになります。で、僕自身の立場としては、デメリットの方がわりかし多いんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですけれども、デメリットの方と、あと合わせてですね、古物市場の方のメリットデメリットもお伝えしたいと思うんですけれども、あと、その解決法ですね、それについてもちょっと考えをお伝えしたいと思うんですけれども、デメリットの方はまずですね、出張買取をやるためには基本的に広告費をかけなければいけないっていうことが一つですね。出張買取専門っていうふうにおっしゃってるっていうことは、おそらく店舗は構えてないのかな、店舗は構えずに出張買取だけに特化してるってことだと思うんですけれども、どちらにしてもひとまず広告費がかかるっていうことですね。チラシ、ポスティングがちょっと今古いのかもしれないんですけど、ポスティングするのか、あと新聞の折り込みチラシ入れるのか、あとは SEO 対策ですね、インターネットの、Google での SEO 対策にお金をかけるのかというような形で、まず町の体制であるということが一番のネックになってくると思います。で、これが結構デメリットで、先にお金が出ていっちゃうんですね。はい、で、実際に広告かけたはいいけど、どれぐらいそのレスポンスがあるのか、反応があるのかわからないし、それで回収できるぐらいの買い取りがあって、それで利益が出ればいいんですけども、そこがまずわからないということですね。だから何にもその予備知識がない状態で広告をかけてしまうと、もう広告代丸々損みたいなことになってしまうので、これがですね結構厳しいということがまず一つあります。はい、そして2つ目がですね、競合店の問題ですね。先ほどですね、ゆっくり査定することができるのがメリットというふうに、お伝えしたんですけれども、その査定にですね、出すお客さんは結構ですね、複数店舗回る可能性が高いんですね。で、昔と違って今はその買取専門店のお店とか出張買取専門のお店って結構たくさんあったりして、あいみつを取られちゃうんですね。で、で広告をかけて、いざその査定の依頼が来たのはいいんだけれども、すでに他の他店を回っている状態で来ていると。
で、他のお店ではですね、この商品買い取りが5万円だったよという、ね、ような状態で来ちゃうので、それよりですね安い値段をつけてしまうと、まあ、全然買うことができないし、逆にそこより高く買おうと思うと利益が薄まるというような感じですね。はい、で、あいみつかけられちゃうということが、まあ、もう一つですね。で、あと信用問題ですね。先ほどですね5万円最初のお店で5万円ですね、5万円の査定があってあったっていうのが前提で、こっちの店にもですね査定に出している場合に、この人は一体いくらつけるんだろうっていうような目線で見られている可能性が高いんですね。あっちの店で5万円つけてくれたものを、この人2万円しかつけなかったっていうふうになると信用問題に関わってきますね。なんである程度の金額を提示しないといけなくなってくる。まあそうすると必然として、必然的に利益率が下がっちゃうっていうのは、まあこんな感じがありますね。あと、まあ信用問題としては、まあ、基本的にお店を構えていない場合が多いんだと思うので、店を構えずに出張買取だけっていう風に歌っていると、まあ多少信用度は落ちるっていうような、まあこんな感じかな。そしてもう一個は車ですね。出張買取の場合は車が必要ですし、扱う商品にもよるんですけれども、まあブランド品とかアパレル系とかだけに特化するのであれば別にそんな大きな車は必要ないんですけれども、それ以外のものを扱う場合ですね、小家電扱うとか冷蔵庫洗濯機家具も取り扱うっていう場合には必然的にトラックが必要になってきますね。ハイエースとかキャラバンとかね、そういった大きい車が必要になってくるので、ここがまた準備しなければいけないという問題が出てきます。はい、まあこういった点が基本的には大きなまあデメリットの部分になるんじゃないかな。資金0円では始められない可能性の方が高いということですね。簡単にそのなんていうのかな、直接出張買取行けばいいやっていうふうに思われるかもしれないんですが、ある程度の最初に資金が必要になってくる。そして買取のお金も結構必要になってきますよね。まあ扱うものにもまあよるとは思うんですけれども、高級ブランドを扱う場合はやっぱりお金が必要だし、貴金属とかね、時計を扱う場合にも結構お金最初に準備しなければいけないので、まあ、気軽に始めることができない。これがですね、まあ、大きなデメリットの部分になると思います。はい、で逆に古物市場での仕入れがどうかっていうと、古物市場はお金がですね先に出ていかないんですね。まあ厳密に言うと先に出ていっちゃうんですけれども、その町の体制じゃないので、どちらかといえば攻めてるような体制になってくるので、僕がお伝えしているその中古品転売のスキームっていうのは売れる金額を想定して仕入れてくるので、仕入れができた時点で利益が確定していますよっていうようなやり方なんですね。だから、まあ、その時はお金出ていっちゃいますけれども、買えた時点でも利益が確定しているっていう場合がほとんどなんですね。でしかも少額で始められますよっていうふうにお伝えしていると思うんですけれども、そんなに最初にお金がかからないんですね。だから広告費かけるぐらいだったら、最初にですね、その広告費を持って古物市場に行った方が結構うまくいきやすいんじゃないの、失敗する率が低いんじゃないのっていうような目線から僕はおすすめしているようなわけですね。はい、なので、まあ、出張買取をそのなんていうのかな、やるのは全然構わないんですけれども、どちらかといえばちょっと上級者がやるジャンルなんじゃないかなと。で、町の体制なので、そのお問い合わせが、ね、なければ全然何も商品入ってこないって仕入れができないというような状態になりますので、そこはですね注意してもらいたいと思いますね。結構広告費もお金かかるので、本当に僕ポスティングしてたことありますけど、年間結構何百万とかって使ってる時あったんですけど、結構しんどいんですよ。やっぱりポスティングかけたはいいけど全然買い取り来てくれないとか、あとまあデータも取らなきゃいけないし、ちょっとね難しいんですよ。ちょっと上級者向けなんですね。なので副業とかですね、初心者の方が何かビジネスを始めるっていう際は、どちらかといえば僕は古物市場の方からスタートした方がいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、で古物市場のデメリット、古物市場のデメリットはこれもですね過去に結構お話ししていると思うんですけれども、まあ、まず車があった方がいいのは間違いない。で、まあ、前回お伝えした通り、そのブランド品だけを扱う場合は、大きめのキャリーバッグとかね、カバンを持って行って、あとは宅急便でっていうやり方もあるんですけれども、道具市場とか骨董品を扱う場合は車があった方がいいっていうのが、まあ、まず一つで、あとは、お住まいの地域に古物市場がない可能性もあるっていうことが、まあ2つ目。はい、で3つ目が、あと行ったはいいけど
まあ、その相場感がないとか勇気がなくって商品の仕入れができないっていうようなパターンかな。これがまあデメリットですね。買えれば利益が出るんですけど、買えなければマイナスはそんなにないけれどもプラスにもならないっていうような、まあそんな感じですね、どちらかといえば。で、まあ僕が考えるのはですね、まあ僕なんていうのかな、提案させていただきたいのは、これ両方やっちゃえばいいんですよね、要するに。で、古物商の免許を取った時点で、直接お客様から買い取りすることができるようになりますので、古物市場に行きつつ自分でホームページを作って出張買い取りの案内を出すと。で、最初は SE をかけなきゃいいんですね。広告をかけないような状態で両方やればいいんですね。で、まあ美味しいとこ取りでやればいいと、まあそういうような感じでいいんじゃないかなというふうに思いますね。だからまあそのどちらかに固執して、そのなんか固定観念にとらわれて、こっちだけね、こっちだけやっぱ古物市場儲かんないらしいよ、じゃあ出張買い取りの方やろうとか、出張買い取りその広告が結構お金かかるから大変そうだからやめとこうとかじゃなくて、まあ、両方同時にやっておくっていうような、まあ、それでいいんじゃないかなと思いますけどね。だから出張買い取りがいいっていうふうに思ってる方も、出張買い取りやりつつ、まあ、SEO はお金かかっちゃいますけど、出張買い取りのまあ広告打ちつつ自分自身も古物市場に行って仕入れるっていう、まあ、この2段階で別にやればいいんじゃないかなっていうのが、まあ僕自身の結論ではありますね。はい、まあそんな感じでいかがでしょうか。はい、というような感じで今回以上にしたいと思います。高田の純さん、ご質問ありがとうございました。このチャンネルではですね、こんな感じで、転売せどりビジネスに関するですね、ものを発信していたり、特に古物市場ブランドオークションの仕入れに関するものを発信しておりますので、そういったことに関する悩みや相談、質問がありましたら、ぜひコメント欄から気軽にメッセージを送ってください。よろしくお願いします。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。バイバイ、おやすみなさい。じゃあねー。